これよりクエストを開始します。目的のモンスターを探し出し、制限時間以内に狩猟してください。ターゲットの痕跡を集めてシルベムシについていきましょう。ターゲット以外のモンスターです。無理な狩りは禁物ですよ。探索は順調ですか？ターゲットの痕跡を集めて
Thank you.
ぎ取った素材は拠点に戻って武器や防具を生産・強化するのに使用します。ここに茂みがありますね。身を隠すことができますよ。体勢を立て直しましょう。モンスターが気づかないうちに慎重に。隠れ身の装備は使用していない間モンスターから身を隠すことができます。
クリア、おめでとうございます。